FM ギナワンをお聞きの皆さん、おはようございます。11月10日火曜日、モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は8時を回りました。ギノワン市旧名ギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、火曜日担当、私乾あかりんと FM ギノワンゆきがお送りします。本日も2時間生放送よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではなんか最近沖縄もこの前、先週末はすごい暑かったんですけど、急に結構寒くなってきたなって、ね、ちょっと冬を感じるなって私はちょっと思ったんですけれども、昨日ぐらいから ね、そうですよね、うん、で昨日ちょうど内地から来た人にお会いする機会があったんですけど、はい、東京の方なんですが、あの寒いねって言ってました、沖縄も。あ、意外と寒いね。意外と寒い、あんま変わらない。 あちらの方が寒いではあるんですけど、でも結構こっちも寒いなっておっしゃってましたね、うん、はい。でね、私あの先週のこの土曜日に食のソムリエ体験講座っていうのをちょっと行ってきたんですよね。でまたこの食地域のこの一次産業、農家さんですとか、はい、漁業一次産業の方たちがせっかく、うん、あの作ってくださった商品と、うん、この地域の活性化をテーマにして、あのこれをどんどんこの観光として発達させるにはどういうことが必要かなとか、あのいろいろ考える講座があったんですよね。で改めて食とかこの沖縄のこの観光とか、うん、この食べ物にすごいまた興味が私も湧いてきましたね。面白そう。はい、面白かったです、ね、はい。でそれでね、まあ、改めて思ったんですけど、でまたあとちょっと私最近本当何年かぶりに健康診断もちょっと行ってきまして、はい、やっぱりこのそこでちょっといろいろ先生にいろいろ健康だったんですよ。健康だったんですけど、こうちょっと血圧が低めだったので、これ食べたらいいよとかって言われたんですよね。だから結構この体とかでこの旬のものとかこの食をちゃんと取り入れることって、うん、とっても大切やなって、いろんな面からちょっと今週はね、あ、先週はちょっと思ったりもしたんですけれども、でもねやっぱりなんやかんやでこの最近寒くもなってきましたし、このポカポカ体が温まるようなものちょっと食べたいなって、ちょっと恋しくなってきたなと思ったので、今日は皆さんに体が温まる冬に食べたい食べ物、今日のテーマは、そう、今日のテーマは冬に食べたい食べ物でお送りしたいと思います、うんうん、こちらの番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは冬に食べたいものです。メールアドレスは797@fmginawan.com、 また FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください、うん、またサイマル放送もあります。スマホの場合はリスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。本日のテーマは冬に食べたいものです。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょう。本日のオープニングナンバーは Perfume Spice。 この音、たまにゲイト始まりました。本日もよろしくお願いいたします。皆さん、ツイキャスの方ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。で、ゆりもんさんおはようございます。かりんさんおはようございます。結果は、はい。あ、そう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 。それを言うっていうのを言えばよかった。あ、はい。20分にお伝えします。20分にお伝えします。さあ、結果はどうなっているでしょうか。気になりますね。国林さん、おはよう。おはようございます。カリスさん、ゆき
長さん、いくちゃん、あかりん、リスナーの皆さん、おはようさんです。あやさんです。はい、とゆうさんから素敵な一年を過ごしてくださいね。ありがとうございます。はい、素敵、ありがとうございます。成田さん、おはあかりん、おはようございます。ゆきさん、あ、ね、成田さんからゆきさん、ハッピーバースデーということで、あ、いいですね、ありがとうございます。いいですね。沖縄大好きさん、おはようございます。おはようございます。しげるさん、おはようございます。かちゃさん、今日ご越ありがとうございます。後ほどご案内いたします。あ、やっぱり、あ、一桁です。いいですね。しげるさん、コインありがとう、ありがとうございます。シプリームさん、あかりんさん、おはようございます。おはようございます。みんじさん、おはようさんです。おはようさんです。あだ昨夜ライブ楽しみました、おめでとうございます。ということで、みんじさん、素敵ですね。あ、ありがとうございます。はい、リクエスト、はい、しげるさん、リクエストコメント欄でも OK です。ぜひぜひ教えてくださいね。はい、では皆さん、今日は冬に食べたくなるもの、ちょっとね、ポカポカ体が温まる、温めたいなっていう時に食べたいものを教えてください。で、リクエスト曲もお待ちしていますので、ぜひぜひ今日聴きたい曲教えてください。コメント欄、メール、どちらでも OK です。手帳のコーナーはなし、うん、手帳を後にしましょうか。後にしますか。時刻は8時8分を回りました。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えします。本日10日曇り、北東の風やや強く曇り、ところにより昼過ぎから雨、波は3メートル、降水確率は午前中が 20%、 12時から24時は 30%、 日中の最高気温は24度の予報です。沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高くなっており、11日にかけて波の高い状態が続く見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。続きまして、道路交通情報をお伝えいたします。まずは、沖縄自動車道からです。現在渋滞箇所は見られません、工事による規制区間があります。山里バス停から汽車場トンネル入り口に向けて上り車線工事中です。山里バス停から汽車場トンネル向きです。そしてもう一箇所、西原ジャンクションから那覇インターチェンジ向き工事で第一走行規制となっております。西原ジャンクションから那覇インターチェンジ工事で第一走行規制となっております。前方に注意して走行してください。続いて一般道です。宜野湾市は、国道58号線南向き、宇治泊付近 1.4キロ、南向き 1.4 キロ渋滞しております。そしてそちらに合流する34号線ですね、大蛇名向き、ガネコから大蛇名向き 0.5 キロの渋滞です。そして
天満交差点付近北行き 0.6 キロ渋滞しております。北中維新田向きですね、渋滞しております。そしてこちらは宜野湾ハエバル線241号線下り西原公園付近で 0.5 キロ下り 0.5 キロの渋滞です。そしてですね、宜野湾市西原高架橋西詰付近 1.3 キロの渋滞です。南向き 1.3 キロの渋滞です。この交差点に向けて両方向で渋滞しています。あとは58号線南向き泊まり付近 1.4 キロの渋滞です。はい、今日も一日安全運転でお過ごしください。以上、お天気と交通情報をお伝えしました。では今日はですね、ちょっとね、いつもと順番を変更してですね、なんとハロウィンウィークの結果発表を20分ぐらいにしたいと思います。皆さんが気になっているハロウィンウィーク、はい、ね、10月の末1週間ありましたけれども、いかがだったでしょうか。でしたでしょうか。アカリンは、はい、キキ、そうですね、魔女の宅急便のキキのコスプレ仮装をしました。やってくれてましたね。はい、FM コザとこの FM ギノアの対抗ですもんね、対決ですもんね。そうですね、どうなるでしょうか。結構他の人のやつも見ました。見ました。すごいクオリティ高い方、すごい、ね、Facebook と Instagram でね、いいねの数を、はい、集計したんですよ、皆さんからね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。たくさんいいねいただいたんですけどね、本当にもういつもと全然違うぐらい、倍ぐらいで、何が一番面白かったですか、あかりんは。私は面白いっていうか、いいなと思う、すっごい印象に残ってるのは、うん、ちょっとどなたかマレフィセント、魔女、男性が魔女のこの超がっつりメイクをしてるのはすごい覚えてます。それ、ね、すごい気合いだなと思って、あれ生で見たいですよね。見たいなと思いました。私も生で見てないんですけど、写真で見てすごいと思いました。はいはい、いやあれはすごい、なんかもう写もう絵から伝わってくる感じがあったので、すごいびっくりしましたね。はいはいはい、っていうのを私はすごい覚えてますね。あの感じで。はい、ちょっとね、今いろいろ考え事しながら喋っております。考え事してるんですね。ね、皆さんはね、どなたのコスプレ、コスプレじゃない、仮装ね、仮装が、はい、お気に入りだったでしょうか。ね、結構本当いろんな仮装されてましたよね。この結構ね、この鬼滅の刃もそうですしね、結構魔女って多かった気がします。いろんな魔女さんが見られたような感じもあるかなと思いましたね。あかりも、ね、私も魔女、まなみんも魔女されてましたよね。うんうん、ね、あと他の方も結構なんか結構セクシーな魔女だったりとか、可愛らしい魔女だったりとか、いろんなのがあったなって思いましたね。はい、ではちゃん、はい、カリエさんちゃんと投票しましたよ、ありがとうございます。ね、ぜひぜひ、はい、結構本当にね、たくさんのいいねがね、なんか嬉しかったりしますよね。しげるさん、はい、インスタグラム見直すっていうことでね、おっしゃってくれてますね、はい、インスタに全部載ってるのと、あとね、はい、インスタもフェイスブックも見れないって人のために、ツイッターに全部の一覧を載せましたので、すべての写真をね、2枚にまとめたんです。あー、はい、はいはい、なるほどなるほど、すごい。じゃあまたより見応えがありますね。で、そして、あ、そうそう、カリエさん先ほどのね、魔女でマレフィセントで本当に白塗りして、本当に魔女の超本気メイクをしてた方が、カリエさん、あれ宜野湾の PTA 会長さんでしょ。あ、そうそうそう、 PTA 会長さんって書いてましたね。そうでしたそうでした、本当男性なんですけどね、本当かっこよかったですね、びっくりしました。後で修正しましょうね、はい、皆さん、はい、修正しましょう。はい、ではね、
では結果の方がどうなるのでしょうか、はい、今日発表ということでなんですけれども、はい、じゃあ20分頃にねお伝えしますので、ちょっとツイキャスをさっき紹介お願いします。はい、それでは今日もツイキャスたくさんのコメントありがとうございます。チェ・ヨウさん、おはようございます。おはようございます。カリエシさん、おはようございます。結果はということでいただいてます。また後ほどご紹介いたします。国割さん、おはよう。おはようございます。カリエシさん、そう、カリエシさんがね、ユキさん、お誕生日おめでとうございます。あ、カリエシさん、ありがとうございます。はい、ユキさん、今日はお誕生日なんですね。おめでとうございます。ナルトラさんからも、ユキさん、はい、ハッピーバースデートゥーユーということで、はい、いただいておりますね。ありがとうございます、ナルトロさん。ナルトロさん、ありがとうございます。はい、今日はユキさん、お誕生日だそうですよ。おめでとうございますね。素敵な一年になりますように。はい、素敵な一年にしますね。本当にいいですよね。で、沖縄大好きさん、おはようございます。しげるさん、おはようございます。かっちゃんさんから兵庫ウェザーが届いてます。はい、かっちゃんさん、あかりん、ゆきちゃん、おはよう。リスナーの皆さん、おはようさんです。兵庫ウェザーは今日の兵庫県は晴れのち曇り、降水確率 10%、 最高気温が16度、最低気温が8度ですということで、あ、一桁台、かなり寒くなっていますね。で、そしてスプリームさん、あかりん、ゆきさん、おはようございます。はい、ございます。 NEJ さん、おはようさんです。今朝の横浜ウェザー届いてます。今朝の横浜は快晴、予想最高気温は16度、最低が10度。そして田辺姉さん、昨夜はライブ楽しませていただきました。ありがとうございました。改めてお誕生日おめでとうございます。昨日あの夜、あの夜中、ちょうど今日になるまたがるところ、はい、配信ライブをしたんです、はい、あの無観客で。あ、無観客ってシュールですね、はいはいはい、本当に誰もいないところで、はい、なかなかシュールですよね。スマホに向かってこう、ね、お客さん誰もいないってすごい、ちょっとどういうテンションしていいかわからなかったんですけど、 で、 すよ、ね、でも来てくださってありがとうございました。よかったです、嬉しいですよね、はいはい。いや、素敵、三振でライブですか、はい、わあ、素敵、いいですね。なんかこう誕生日幕開け、なんかもより一年良さそうですね。はい、みんなに盛り上げていただいてありがとう。あ、嬉しいですね、感謝してます。はい、よかったです。はい、ね、はい、では、かちゃさんから、今日は星座占い届いております。サソリ座のゆきちゃん、興味のあることにチャレンジをしてみて、はい、先輩に相談をするといい方法を見つけることができそう、うん、お、いいですね。興味のあることにチャレンジということでね、うん、ヤギ座のあかりん、友人にタイプの人を言っておくと、好きな人を、あ、素敵な人を紹介してもらえそう。カップルの人は家でゆっくり過ごしてみて。お、これはちょっと誰かにこう、ちょっとこういう人ってオーダーしとかないといけんですね。ね、ちょっと誰か言ってみようかなと思いました、はい、今言ったらどうですか。今、そうですね、やっぱり、まあ、ありきたりなんですけど、なんか笑いのツボが合う人がいいなって思いますね。ああ、いや、ありきたりじゃないじゃない、一緒に笑えるってことだよね。なんか、はい、この笑いがずれちゃうと、はい、なんかこうちょっと不安になったりしません、うん、あれなんか、あれなんか面白くなかったみたいな。あ、自分笑ってんのに、あら、そうそうそう、なんか不思議みたいな感じだったら、なんか例えばですよ、例えばテレビとかなんかどっか行ったとして、なんか同じタイミングでちょっと母みたいな感じで笑えると、あ、なんかちょっと嬉しいなって思っちゃうんですよ ね、 いいよね、うんうん、っていう、なんかちょっと笑いのツボとか、その辺ちょっと似てるとか一緒な感じの人がちょっとなんか嬉しいなって思います。皆さん、よろしくお願いします。なんかちょっと熱くなってきました。はい、ではまもるシェフさん、おはようございます。おはようございます。はい、で、武蔵さん、あかりんさん、ゆきさん、リスナーの皆さん、おはよう、わっしょい。生放送お疲れ様です。わっしょい、ありがとうございます。ゆきさん、お誕生日 おめでとうございます。 ありがとうございます。素敵、武蔵さん、武蔵さんです。ありがとうございます。はい、素敵な楽しい誕生日になりますように。あかりん、ゆきさん、テーマは何ですかということで、今日のテーマは冬に食べたいもの、ポカポカ温まる冬に食べたいものでお送りしてあります。皆さん、教えてください、はい、さあ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 、20分になりましたよ。では、はい、モーニング8で発表すると言っていましたハロウィンウィークの結果発表です。ドラ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 、ちょっと用意できなかった、ね、用意できなかった、ちょっといろいろちょっと準備してまして。はい、ではハロウィンウィークの結果発表です。まずは
FM 小座総数6581、いいね、そして FM 宜野湾7193、いいね、7193、ありがとうございます、ありがとうございますFM 宜野湾何票差が、これ結構差つきましたね。本当ですね、500以上の差がついてますね。 ありがとうございます。では FM 宜野湾が勝利ということですね。勝利です、ありがとうございました。皆さん、もう皆さんの一個一個のいいねのおかげですね。ありがたいですね、嬉しいですね。これすごくない？1週間で7193のね、写真に対してのこのいいね、はい、すごい数、ありがとうございます、ありがとうございます。やりましたね、やりました、 FM 沖縄ね、ちょっと勝つぞってね、みんなちょっと気合を入れてるところもありましたからね。いいね、リスナーさんのいいねもあるし、はい、パーソナリティさん皆さんがもうやる気満々でノリノリでやって参加してくださったのが、もうやっぱこの団結感、はい、途中とかもあのすごいここのねロビーとかでみんな仮装準備とかしてる時とかも、はい、頑張りますみたいな、なんかもう運動会みたいな感じだったんですよ大人の運動会ですね。そう、いいねいいねみたいな、いいねいいね、ね、そう、楽しかったですね。ね、楽しかったですね、うん、なんかちょっとこうなんか結構本気になれた自分もちょっとね、うんうんうん、なんかちょっと私はちょっとまだコスプレ慣れしてなかったので恥ずかしかったんですけど、別に恥ずかしいなりにちょっと頑張ったと思います。はい、ではね、リスナーさんからも、はい、いただいてありますね。そしてあの賞があと2つあります。はい、そうそう、狩牛さんの個人賞はと、はい、個人賞ちょっといきますよ。はい、続いて黒い宝石賞、黒い宝石賞はい、今初耳やな、初耳ですね、今私も初めて考えました今あ、そうだね、はい、黒い宝石賞はマレフィセントをしました中地真由美さんです。おめでとうございます。すごかったんじゃない、あの本気 の私が言ってたやつですね。はい、そうです、はいはい、ですよね、超本気でしたもんね。いや、あれは本当に、まあ、でもまさに黒い宝石、なんかぴったりな賞の名前ですね。はい、はい、本気きたって、本気でした、あれ月曜日でしたよね。 あ、本気きたみたいな、1日目でしたよ。はい、はい、そうなんですよ、あのシピーレンっていう宜野湾市の PTA 会長されてる中地真由美さんですね。あ、はい、番組いつも来てくださってるんですけど、はいはい、もう超もう前のめりで参加していただきましたありがとうございます。中地さんはですね、あともう一回ですね、はい、この番組やってない時にも遊びに来てくださって、はい、モーニングエッドにゲストで出られた時は、はい、この時も鬼滅の刃の富岡義勇、ちょっと私分かんないんですけど、はい、ちょっと、コスプレをされてて、これは私生で見たんですけど、はい、すごいクオリティでした。あ、そうだったんですね、はい、すごいね、今年すごい鬼滅の刃ブームですからね、はい、いや、可愛かったよ。あ、そうなんですね、可愛い、でもちょっとなでなでしちゃったもん。あ、そうなんですね、あ、そっか、あ、こういう可愛いキャラなんですね。可愛いキャラなのか分かんないんですけど、はい、本人が可愛かったんですよ。あ、そうですか、ああ、すごいカツラとかも自分でこう、作って、あの一から作った、この買ってきたを整えてやってたみたい。あ、すごいですね、うん、本気度がね、かなり高かったですね。あ、しげるさん、富岡さんみたい、合ってます、富岡で合ってますちょっと読み方とかもわかんないですけど、はい、そう、ねえ、だからこのなんていうの、自分の番組の時にやるのは普通じゃないですか、うんうん、まあ、そうですね、普通っていうかやってくださいねって言ってるから、うんうんうん、それ以外にも来てこの週の間にやってくれたっていうのがすご すごい嬉しかったです。素敵ですね、はい、はい、じゃあ黒い宝石賞、黒い宝石賞は中地真由美さんでした。真由美さん、マレフィセントでしたね、はい、素敵な副賞がありますので、はい、お楽しみにしていてください。はい、おめでとうございます、おめでとうございます。そしてなんともう一つの優勝ですね。優勝は FM 宜野湾 FM 小座全体での一番、はい、いいねが多かったのは、はい、第1位は鬼滅の刃の根豆子をしていた金子真世さんです。おめでとうございます、すごい、332いいねでした、すごいですね、すごいですね332
32? すごい。一つの写真に対してですよ。ねえ、はあ、でもすごい、確かにめっちゃクオリティが、確かカラコンも入れてるんですよね、うん、で髪の毛も染めて、染めて、うん、でお洋服もちろんお洋服もね、すごい着物で、着物でね、はあ、いやでも確かに本当に本物私もちょっと見たことはないんですけど、なんかこう絵でこのアニメのねこの絵と多分本当そっくりなんだろうなってすごい思いましたね、うんうんうん、はい、もう私見た瞬間かわいいって言っちゃったもん。あーねー、本当にかわいかった ねこの出てますよね、このかわいいオーラがね、写真からはね、あ、写真からも伝わったと思います。しげるさん、ねずこ来たーわーということで喜びの、はい、コメントが入っていますね。はい、はい、あーね、かりゆうさん、局長もこれは誰も追いつけないだろうなって言ってたもんなということで、はい、もう不動の優勝でしたね。あらー、すごい、聞いたら喜ぶんじゃないですか、まよさん。はい、もそしてこれ優勝したまよちゃんには豪華な景品があります、はい、ねえ、なんでしょう、はい、豪華な景品、これはこれ言っていいのかな、ちょっと詳しくはあれなんですけど、お食事券ですね。わ、めっちゃいいですね、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいですね、もうこんなにたくさんの仮装された中で1位、はい、ね、もうダントツじゃないですか、300。すいません、ちょっと2位以下の数字聞いてなくて。あ、はいはいはい、ダントツかは分かんないんですけど、ね、だと思いますよ、多分、はい、うん、ね、よかったですね、はい、では、あ、そう、かゆいさん分かるんだ、5000円のお食事券、そうです、はい、豪華でしょ。豪華ですね、めっちゃいい、美味しいのを食べれますね、うん、素敵、いいですね。ね、ちいなりさんもこの拍手ハート絵文字いただいてます。今聞いてますかね、多分仕事中かな、あの、あ、はい、でもなんかもし優勝したらもう一回やってくれるとかなんとかちらっと聞いたんだけど、このね、この仮装ダイジェストというか、もう一回ね、もう一回見たい方多いんじゃないですか、うんうんうん、ね皆さんリクエストがあったらもしかしたらしてくれるかもしれませんね。はい、みんなで前を乗せよう乗せよう乗せよういいですね、でもね、嬉しいですよね、優勝ね、おめでとうございます、おめでとうございます。すごい、そして、はい、FM 小座が負けたわけなんです。そうですよね、罰ゲームがあります。罰ゲームがあるんですよね、はい、罰ゲームは24時間ラジオ放送です。寝ないでちょっとね、罰ってって思うかもしれないですけど、いや、きついですよ、24時間は。いや、24時間もきついですよ、私もきつい、やったことないですけど。ない、いや、24時間きついな。最長で私何時間、5時間かな、はい、準備も含めて、うん、やったらもう8時間とか、それもめっちゃきついもん。あの放送が、はいはいはい、24時間だよ、そのね、何倍ものね、時間ですもんね。そう、いや、これは正味きついです正味きついまあこれの詳細はまあこれからですね。そうですね、またちょっと24時間すごい気になりますね、もう本当、はい、何時から何時までの、何時からスタートなのかっていうのもね、まあ負けた方が考えるんじゃないですか。なるほど、じゃあ FM 小沢の方で、はい、この24時間罰ゲームの生放送はまたこれから練って、はい、やっていただきたいと思います。ということですね、はい、はい、皆さんいじってくださいいや、ありがとうございました。今日ね、やっと発表ということで、このどんだけこの集計に時間かかってるのって。あ、そうですよね。いや、かかりますよね。なんか、いやいや、かからが仮装されてますね。そういうわけないんですけど。ちょっともったいぶってました。もったい、で、はい、ちょっとね。でもね、すごい気になってくれてる方もね、たくさんいらっしゃったので、なんか嬉しいですよね。はい。はい、ね、という結果になりました。ハロウィンウィーク皆さんね、楽しんでいただきましてよかったです。ご協力もありがとうございました。ありがとうございました。では次のコーナーに参りましょう。突撃、あなたの朝ごはん教えて。こちらのコーナーは FM ギノワンのスタジオからあなたに直接、パーソナリティがあなたに直接電話をかけ、今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画です。では本日は蕎麦屋新次郎さんの方におかけしたいと思います。日曜日さ、前通ったらさ、すっごい流行ってて。あ、本当ですか。もう行列してた。わー、すごい、行列のできるお蕎麦屋さんですね。このサンフティーマの
方にね、この新しく11月1日にオープンされた揚げたて天ぷら十割そば新次郎さんの方におかけしています。もしもし、ああ切りました。はい、ちょっとお電話今忙しいのかもかもしれないですね。はい、朝ごはんあかりんは食べました？今日食べてない。飴、あ、食べてない。え、飴、飴1個。あら、今日ちょっと時間なくってあかりん、あのオープニングで言ってたこととも矛盾してるよ。いや、そうですね、ご飯食べたい、そうなんですよ。いや、うん、お昼とか夜も食べたい、あったかいもの。ああ、朝は食べない方ですか？いや、食べますよ。食べるんだけど、今日はちょっと今日はちょっと今日はちょっとゆきさんは食べられました？朝ごはん。朝、生姜焼きと、わ、がっつりですね、生姜焼き、コーン の, あのサラダと、え、食べました。健康的。朝食べないとね、動けないです、午前中。あ、そう、でもね、がっつり食べたらやっぱりなんか元気の感じ違うような気はしますもんね。もう一回だけかけてみましょうか。お蕎麦だから食べに行こうと思ったんですけど、すごいじ、あの渋滞じゃない、あの行列してたから、ちょっとまた今度にしようと思って。もしもし、はい、あ、はい、おはようございます。 FM ギノワンパーソナリティの乾です。ただいま、突撃朝ごはんのコーナーでお電話させていただいたんですが、よろしいでしょうか？はい、はい、ありがとうございます。じゃあ中里さん、今日の朝ごはん教えてください。天ぷらおにぎりです。天ぷらおにぎりですか？天ぷらと言いまして。天ぷら、はい、はい、余った天ぷらを、はい、温かいボウルに入れて、温かいご飯と一緒に、潰しながら混ぜるんですね。へえ。お醤油を垂らして、はい、美味しそう。それをおにぎりにしたようなものですね。へえ、はい、素敵ですね。初めて聞きました、はい、天ぷらおにぎり。え、じゃあこう、はい、結構サクちょっとサクサクする感じなんですかね？そうですね。でも、あの温かい揚げたての天ぷらで作るとそうなるんですけども、はい、はい、だいたい私の場合、前日残った天ぷらをやるので、はいはい、サクサクっていうよりもちょっとしんなりとした感じでも、これまた美味しくてですね。はい、そうなんですね。ちょっとしんなりした。じゃあ食感、はい、食感はどんな感じになるんですか？なんでしょう、あの感じですね。あのお茶漬けのあられがちょっとしんなりしたような。はいはいはい、はい、あ、そうなんですね、はいはい、あ、なんか美味しそうな感じ、美味しそうですね。私初めて聞いたので、リスナーさんも天ぷらおにぎり初めて聞いたということでね、伺ってます。これはでも天ぷら屋さんならではのちょっと裏メニューなんじゃないでしょうか？そうですね、あのまかないとかでスタッフで食べたりしてます。あ、いいですね、美味しそう。スタッフさんも喜びますね。はい、はい、ありがとうございます。そうそう、あのちょっとね、あの先週リスナーさんからね、質問があったんですけども、あの、はい、お蕎麦を十割蕎麦、この、はい、水も一緒にね、こう入れてこのこねていくと思うんですけど、沖縄の水って硬水で、はい、結構やりにくくないですかっていうご質問があったんですが、あ、すいません、もう一度よろしいですか？はい、お水なんですけど、このお蕎麦を作る時のお水、はい、あの沖縄のお水は硬水で、はい、結構練るのに練りづらくないですかっていうあのお声がいただいたんですが、はいはい、そのあたりはいかがなんでしょうか？そうですね、やっぱり硬水が合わないので、はいはい、蕎麦を練る際も茹でる際も、あ、はい、硬水を軟水に変える機械は入れております。そうなんですね、こう軟水に変えて、はい、お蕎麦の美味しさがより引き立つようなお水を使っている、はい、ということですね。はい、あ、そうなんですね、ありがとうございますね。そう、水のことでね、え、あ、どうなんだろうっていう疑問があったので、はい、はいはいはい、ありがとうございました。はい、で、リスナーさんからも聞いていただいてありがとうございますとても気になってくださってた。そうですよ、腰とか痛むの大丈夫かなって、はい、そう、リスナーさんお体のこともね調子気にされていたので、はい、ではね、はい、では新次郎さん、この十割そば新次郎の今日、はい、まあ、今日今週おすすめなメニューなどありますか？そうですね、うちは
エビのかき揚げがすごく人気でして、わあ、美味しそう。なんかエビのかき揚げというとなんか桜エビとかちっちゃいエビが入ってるようなイメージなんですけども、そうですね、うんうん、うちはあのプリプリのエビがたくさん入っておりまして、はい、エビ好きの方はすごく喜んでくださっております。あ、美味しそうですね。プリプリのエビがこうふんだんに使われたかき揚げなんですね、はい、いや、はい、想像しただけでもうすぐ食べたくなっちゃいましたありがとうございます。はい、では新次郎さんでもこの天ぷら、このエビのかき揚げが、天ぷらがとても人気ということなんですね。はい、はい、お蕎麦でも合いそうですね。はい、ありがとうございます。ぜひあの十割蕎麦新次郎さんの方にぜひ足を運んでみてください。では中里さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。十割そば新次郎中里さんの今日の朝ごはんは天ばらおにぎりでした。クワッチーサビタン、美味しそうだった。めっちゃ美味しそうでしたねかき揚げも気になる。では1曲お届けします。スケールさんからリクエストで、リサでグレンゲ。
とうございます。後ほどご紹介させていただきますね。ありがとうございます。加藤さんありがとうございます。メールご紹介いたします。わー、なんか美味しそうなのがいっぱい出てきたぞ。ね、お腹減りますね。あ、スプリムさんね、関西人ならかす汁、確かにかす汁美味しいですよね。はい、ね、皆さん今日は冬に食べたくなる食べ物で、ポカポカ暖かくなるような食べ物、ぜひ食べたいもの教えてくださいね。結構沖縄もね、昨日から結構寒く、結構風がね出てきて、曇りでもあるのでね、結構寒くなってきたんですよね。なんかちょっとこのテーマでさせていただきました。個人的になんか暖かく、温まりたいなという気分があったので、はい、教えてください。続いてこちらのコーナー、今日は何の日、今日は何の日のコーナーをお送りします。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。本日11月10日火曜日、旧暦では9月25日、満潮時刻は15時34分、171センチメートル、干潮時刻は8時41分、56センチメートル、21時42分、91センチメートルです。流し潮になります。で、本日の出来事をご紹介いたします。1971年、返還協定皇帝ゼネスト、荒れて警察官が死亡。そして1978年、新南東風土記で荒川明氏毎日出版文化賞を受賞されたそうですよ。はい、では沖縄手帳の出来事をご紹介させていただきました。で、最近すごいやっぱり10月11月、手帳がね、書店でもすごい並ぶのをね、見かけるようになってきましたけども、沖縄手帳も書店の方で並んでいますので、ぜひぜひ皆さんお手に取って、はい、また見てみてくださいね。また2021年度版が発売されています。2021年版の沖縄手帳の裏見返しのところに首里城の絵が載ってるんですけど、八木内博くんが描かれたね、はい、今日までじゃないですかね。そうですね、本日まで純駆動那覇店の方で展示会があります。で、今日までとなっておりますので、まだ見てないという方はね、原画見てみてほしいですね。あの、印刷でも鮮やかなんですけど、原画はね、もっと鮮やかでした。もっと鮮やか、うん、ね、この首里城のね、この赤と空の青といろんな色がね、入り混ざってますよね、うん、はい、では本日11月10日火曜日まで、八木内博くんの絵画展示会が純駆動で2階沖縄本ロビーで開催されていますので、ぜひ沖縄本ね、失礼しました沖縄本ロビーですね、うん、2階の沖縄本ロビーで開催しています。ぜひ足を運んでみてください。では全国の今日は何の日をご紹介したいと思います。11月10日、本日は技能の日。1970年に労働省が制定した技能、技術の技に能力の能、技能の日。で、そして1979年に日本エレベーター協会が制定したエレベーターの日。そしてトイレの日、1986年に日本トイレ協会が制定したそうですよ。で、そして今日は死体不自由時愛護の日、 LP ガス消費者安保デーもありますね。で、以前にあった出来事は、1622年江戸城本丸完成したそうですよ、はい、で、そして1928年、昭和天皇京都御所で即位大礼式があったそうです、開催されたそうです。そして1968年、琉球政府主席初の公船
即時無条件全面返還を掲げて屋良朝明氏が当選されたそうです。本日の誕生花は不要、花言葉は繊細な美。ああ、不要好きだわ。あ、私ちょっと不要のお花ちょっとよくわからないんですが、どんなお花ですか？ユーナに似てる。ユーナはわかる？あのこのハイビスカスに似たようなお花ですよね。うん、そうそうそう、似てるけど、はい、うん、あ、もうちょっとちっちゃくて、ああいうふわふわ系。可愛らしいお花ですね。繊細な美ということで、はい、なんか素敵な花言葉ですね。こうゆきさんのね、今日誕生日ということで、うん、不要と繊細な美、なんかいいですね、うん、はい、では今日は何の日のコーナーでした。では1曲いきましょう。シュプリームさんからリクエストで G.E.G. ケヒアニグッドライフ。ちょっと寒くなってきましたからね、なんか体が温まるもの、皆さんのおすすめのものがありましたら教えてください。ちょっと YouTube 調子悪いので、はい、これあの止まるってなったら保存の方をしてくださいね。追加と残すんで。はい、分かりました。徳志さんに言っときますね。田辺ゆき誕生日ってね。今日のトークテーマはポカポカ温まる冬に食べたいものでお送りしています。メッセージリクエストお待ちしております。あ、すいません。
10時から今日はジノンはあいいです、ちょっと見当たらなくて、あ了解です。はい、では皆さん今日は、はい、ぽかぽか冬にあったまる美味しい、あ美味しい食べたいものでお送りしています。ぜひ教えてください。はい、ね、コアラスキさん、コアラスキさんありがとうございます。ありがとうございます。はやっぱり鍋ね、そうですよね、鍋美味しいですよね、ね食べたくなる。呼んでいきましょう。そうですね、はい、ね、ツイキャスもたくさんコメントありがとうございます。モーニングエイトをお送りしております。さあツイキャス読んでいきましょうか。はい、ツイキャスたくさんのコメントありがとうございます。石ころさん、おはもっこり、おはもっこりです。よろしくお願いします。で、そしてね、こう、はい、今日コアラアスキさんからおはようございます。おはようございます。はい、今日のトークテーマはあのポカポカ温まる食べ物、冬に食べたいものということでコメントいただいてます。冬はやっぱり鍋ですね。もつ鍋、水炊き、てっちり、しゃぶしゃぶ、あとビールと厚皮もつけてねっていうことでコメントいただいてます。美味しそうですね。想像しただけでなんかよだれが出てきちゃいますね。すごい。え、でも鍋、私コロナ禍で水炊きぐらいだな、はい、え、だってもつ鍋とかてっちりとか、あ、しゃぶしゃぶはやるけど、うんうん、家でやらなくない？やらない。食べに行くごちそうじゃない？確かに確かに、ね、おお、これちょっとね、ご褒美ですね。ご褒美お鍋です ね。あ、でもこの前その食 の体験の後にちょっと野菜ソムリエさんのところにお邪魔をさせていただいた時に、はい、アグーのしゃぶしゃぶと、うん、であとレタス、アグーの豚とレタスのシンプルしゃぶしゃぶをご用意してくださっていて、うん、それがめちゃくちゃ美味しかったです。なんか私レタスさ、はい、鍋系の汁系のものにさ、熱い汁系のものに入れるのって、はいはい、沖縄で来て初めて食べたんだけど。そう、私も初めてだよね、うん、最初すごいなんか抵抗があったんだけど、うん、ちょっとえ美味しいのっていう感じ。すごいまずいんじゃないのって思ったけど、そうそうそう、美味しいね。美味しかったね。私も多分レタスしゃぶしゃぶ初めて食べたんですけど、色がなんかパッと明るくなって、なんか目でも美味しいし、なんか味も食感とかもなんかふにゃふにゃだったり、シャキシャキがねちょうどよく残っていて、美味しかった。いけるよね、美味しかった。いっぱい食べれる。なんかそして、いやね、でもね、いいですよね、コアラアスキさん、この鍋ね、いいですね。ちょっといろいろ食べたくなっちゃいましたね。ありがとうございます。そして、コアラアスキさんがさ、はい、ハロウィンウィークでさ、あの山内さんがやってたハリーポッターが、あー、おすぎとピーコのどっちか似てたってコメント、あ、笑った。皆さんからのね、このいいねもあるけど、コメントもいっぱい来てて、はい、このね、ね、画像に対して、うんうん、これめっちゃ笑いながら読んでましたよ。あ、本当だと思って。確かに言われたら似てますね。ましたね。似てる。ね、面白いですね。またラジオネームと違うから、このアカウントの名前が誰が書いてくださったか分かんないんですけど、はい、うんうん、面白かったです、ね、いろいろね、面白いコメントも皆さんありがとうございました。はい、はい、はい、で、そして、穴町ののりさん、あかりん、ゆき、おはよう、ゆき誕生日おめでとう。ありがとう、のり、おめでとう、ありがとう、ありがとうということで、いいですね、なんかね。そしてね、ひふみさんからも、あかりん、ゆき、おはがくんちょ、おはがくんちょ、おはごくんちょ、で、ゆきさん、お誕生日おめでとうごくんちょ、ありがとうごくんちょ
スペシャルご勲章がねいただきましたね、はい、ということで、ね、今日はゆきさんの誕生日です。おめでとうございます。はい、はい、ではそし今日なんかお祝いとかするんですか。今日はケーキを食べたいです。わあいいですね、はい、自分へのご褒美でね、はい、はい、素敵、いいですね、はい、はい、でそしてね、はい、で先ほどねこのFM ギノワンと FM 講座のこのハロウィン対決ね発表させていただいたんですけれども、うん、でこう皆さんもねすごい気になってくださってたそうでね、うん、しげるさんがもともと表情がないあのキャラだからねってねずこじゃない富岡義勇。あ、そうなんですね。そうなんだ。あ、じゃあもうやっぱ似てたわ。じゃあ、あ、そうなんや、うん、可愛かった中地さん。あ、そう、あ、ねえね、うん、モーニングエイトのゲストの出演された時もそう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 、コスプレ仮装されてくださったんですよね、うん、はい、でこの何ですかどれを読もうとしてるあの今日はポカポカ温まる冬に食べたい食べ物だけど、はいね、何がいいかな。私カブ。カブ、うん、カブラ。あ、カブラって温まるんですかね。温まるんじゃない。あ、そうなんや。シチューとか。シチュー、うん、私食べたことないです。あ、美味しいよ、甘みが出て。あ、そうなんですね、うん、なんかちょっと意外でした。あ、そう、うん、あの生で味噌つけて食べても美味しいよ。へえ、そうなんや。もうただ切るだけよ。切って、切って味噌つけるだけ。え、そうなんですね。生で簡単おつまみ。あ、いいですね、うん、またね熱い熱燗とかとも合いそうですね、うん、でシュプリームさんはねこの関西人ならカス汁しかないっしょっていうことでね、うん、コメントもいただいてますね。カス汁をね温まるね。もうね温まりますね。聞いただけで温まりそう、うん、そうそう、もう聞いただけで汗がじわっとね、なんかそんな感じしますね、うん、はい、では今日はねトークテーマがあの冬に食べたいもの。10時までやってます。やってます。よろしくお願いします。ごぼうとか入ってるやつなんだっけ。え、あれなんですかそれなんだっけ。ドビムシ、土壌、あ、松茸とかの、あ、茶碗蒸し。茶碗蒸しじゃなくてだし、うん、みたいな。苦手かも。え、嘘。あ、そうか、松茸食べれない。時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。おはようございます。モーニングエイト FM ギノワンのスタジオから犬やかりんと FM ギノワンゆきが生放送でお送りしています。引き続きメールツイキャスたくさんお待ちしています。
メールアドレスは797@fmginowan.com。 この後10時まで拡大しまして放送させていただきます。まずは琉球新報沖縄タイムスから記事をお伝えいたします。琉球新報総合面より、松川宜野湾市長退院し自宅療養、ウイルス性肺炎、宜野湾肺炎で本島中部の病院に入院していた宜野湾市長の松川氏67歳が9日退院しました。当面の間は自宅で療養し、副市長の和田氏66歳が職務代理者を引き続き務めます。市秘書広報課によると、松川市長はレジオネラ属菌によるウイルス性の肺炎とみられます。松川氏は10月28日に発熱し、10月30日から入院していました。新型コロナウイルスの PCR 検査は複数回実施し、いずれも陰性でした。続きまして、沖縄タイムス経済面より、エキスポ沖縄に2万4000人来場、30の国地域出展。ツーリズムエキスポジャパン推進室は、宜野湾市の沖縄コンベンションセンターなどで開かれたツーリズムエキスポジャパン2020旅の祭典 in 沖縄に、10月29日から11月1日の期間中、30の国地域から285の企業団体が出展し、2万4174人が来場したと発表しました。同時開催したリゾテック沖縄国際 IT 見本市、島全部で大きな映画上映会を含みます。21年は大阪市で11月25日から28日の期間中に、ツーリズムエキスポジャパン2021大阪・関西を開催する予定です。続きまして、沖縄タイムス地域面より、防犯表彰に喜び、宜野湾地区協会長ら。宜野湾地区防犯協会の2020年度表彰状伝達式が12日宜野湾署であり、防犯活動に尽力したとして、ネロメ会長ら4個人と1団体に下地所長が賞状を手渡しました。ネロメ会長らは栄誉ある表彰に感激している、これからも地域の安全安心の活動に取り組みたいと喜びを述べました。以上、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。お天気交通情報をお伝えします。まずはお天気情報をお伝えいたします。本日10日曇り、北東の風やや強く曇り、ところにより昼過ぎから雨、波は3メートル。降水確率は午前中が 20%、 12時から24時は 30%、 日中の最高気温は24度の予報です。FM ギノワンからの眺めは、本日曇り空で波はね、少し白波が立っているところですね。やっぱりね、こう風がやっぱりひんやり、今日は冷たいですね。続きまして、道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道です。現在工事による規制区間があります。渋滞箇所はありません。前方に注意してご走行ください。では一般道です。一般道、違うとこ押しちゃいました。ちょっと待ってください、はい。九州沖縄、沖縄、はい、一般道は宜野湾市、ですね、ガネコから王者な向き国道34号線渋滞しております。 0.5 キロの渋滞です。まあ、王者な交差点付近ですね。そして国道58号線宜野湾バイパス南行き浦添市牧港付近 1.1 キロの渋滞です。これは何があるところかな、 なんでここだけ混んでるのかな。
ね、すごい。いつもここ、ね、何かあるんでしょうね。ね、何か本当ですね。何かがあるんでしょうね。ね、ちょっと珍しいですね。はい。牧港付近国道58号線宜野湾バイパス 1.1 キロの渋滞となっております。その他はスムーズに流れています。今日も一日安全運転でお過ごしください。以上、お天気と交通情報をお伝えしました。なんかゴーパチが県総線227号下り戸口交差点付近、なんかいつも混まないとこが混んでるね。なんかゴーパチが車線規制長いからとか関係ありますかね。分からん。ああそっか、そこに入っていくところだもんね。うん、なんかすごい長い浦添から宜野湾から浦添の区間ずっと車線規制。なんでこんな規制してるんだろう、ね、すごい規制してますね。これってあでもやってるね、工事。ああ工事、道路工事で一車線規制。お腹減るわ。めっちゃお腹減ってきた。美味しい話ばっかり。あ、何ケーキ食べるんですか。もう私そばが食べたい。そば。沖縄。さっきの電話めっちゃ。さっきの。電話で言ってんの美味しそうだった。ね、あのエビとかね、うん、めっちゃ美味しそうでしたよね。今日なら空いてんじゃないかな。ね、空いてるかも。並んでたのは土日ですか。うん。ああ。平日だったらちょっと誕生日にそばって質素な感じする感じするけどね。うん、あー YouTube つかないわ。見た目ついてんだけど。あ、そうなんですか。メールいきましょうか。はい、そうですね。モーニングエイト FM ギノワンよりお送りしています。本日のトークテーマはポカポカ温まる冬に食べたいものでお送りしています。ではね、今日はたくさん、ね、メッセージコメントいただいていますのでご紹介いたします。まずはメールの方から。あかりん、ゆきひめ、おはよう、チュエコザイルですよ。おはよう、ゆきひめ、誕生日おめでとうトン。あかりん、ありがとう。おめでとうトンっていうことで、トーントンじゃない、トーントン。ちょっと発音がどっちでもいいけど。はい、あかりん三振に合わせて歌ってねということでコメントいただいております。今日はゆきさんの誕生日です。 さてテーマは冬に食べたいもの。それは鍋でしょう、鍋物でしょう、うん、寄せ鍋、水炊き、うん、すき焼き、うんうん、キムチ鍋、うん、おでん、てんてんてん、それに島のお湯割りかポン酢をぬる缶でやばいよ、よだれがジュルルルルということでいただいておりますね。やっぱ想像しただけで皆さんこうね、このよだれが出てきますね。お腹減る、もうなんかすごいお腹減ってきて、なんか元気なくなりそうなぐらいお腹減ってきました。大丈夫、こんなテーマにするときはがっつり朝ごはん食べてこないと。そうですね、がっつり朝ごはん食べてこないとダメですね。はい、今日私飴玉1個なのでちょっと寝坊しちゃったから。はい、美味しそうですね。でも寄せ鍋、水炊き、すき焼き、キムチ鍋もいいですね。全部食べたいですね。いやー、でもなんか鍋ってやっぱりね、温まるからいいですよね。やっぱ結構沖縄の方も鍋ってされますかね。するんじゃない？お家でね。ね、もうなんか失敗がないよね、鍋は。なんでも OK ですもんね。いやー、ありがとうございます。なんかちょっと温まってきました、体が。なんか鍋って聞いただけで温まる。聞いただけで。
ほう。はい。ね、またね、お酒も合いそうですね。エコさんね、こう島美味しそうですね。はい、ではエコザイルさん、今日もメッセージありがとうございます。続いて、カープボーイさんから、暑くなったり、全く暑くなったり寒くなったりラジバンダリがタイトル。あかりん、ゆきりん、リスナーの皆さん、おはようございます。カープボーイです。ゆきちゃん、お誕生日おめでとうございます。して今日のテーマ、冬に食べたいもの。冬に食べたいものは、1回しか食べたことないけどめっちゃ美味しかったんだけど、あんこうの鍋。あんこう鍋か、あれめちゃくちゃ美味しかったからもう1回ぐらい食べてみたいなと。あと、和風ってタラの白子、うん、もう冬のイメージがある。ポン酢つけて、あー食べたいってきてます。美味しそう。私どっちもあまりわからない。美味しそうだけど、うん、私あんこうの鍋食べたことあるかな。 あんまり記憶がないかも。あんこうのどの何魚、魚だと魚です。また始まったよこれ。わからん2人のもうもやもやしたこの多分そうだと思います。トークすいません、分からなくて。でもあんこう鍋ってなんか私高級なイメージがあるんですけど、気のせいかな。あ、ね、そう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 、なんかめったに食べれないごちそうみたいな、うん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 、だから私はちょっとあんまり食べたことがないのかもしれないけど。白子もなんかちょっと高級なイメージ、うん、ありますね。でも私白子大好き、美味しい。ポン酢つけて、うん、ポン酢つけてとか、うん、あと天ぷら、えぇ、ー、あれめっちゃ美味しいですよ。なんかどこで食べれるんですかそれは。どこで食べたかな。食べたい。でもそれこそお蕎麦屋さんで食べた気もする、あ、気のせいかな。蕎麦屋で白子の天ぷらあるんや。多分どこかな。でもなんかあの沖縄の厚い天ぷらじゃなくて、私が食べたのは薄いサクサクした天ぷらだから、でもお蕎麦屋さんとか和食屋さんで食べた記憶がありますけどね。なんかこうサクサクなんだけど中がトロトロしてて、すごいなんかねめっちゃ美味しかったのを覚えてますね。新次郎さんに行って聞いてみようかね。聞いてみましょう。白子の天ぷらありますか。もうさっきの新次郎さんのお電話のね、ね、内容がもう美味しそうすぎて。エビのかき揚げですよね。ね、あの普通ね、ほんと桜エビとかちっちゃいエビですけど、このプリプリがいっぱいって、プリプリと言っていましたね。贅沢ですよね。絶対行きたい。ね、エビ好きにはたまらないっておっしゃってましたもんね。はいはいはい、いやー、美味しそうだな。ね、あんこも白子もね、ちょっと食べてみ、また食べた、食べてみたいですね。はい、カープボーイさんメールありがとうございます。リクエスト曲も来てますので、ゲイシャガールズでキック&ラウド。魚の話題になって、うちら分からん同士でそれは何に似てるみたいな。魚っていろんな種類がいるから魚に疎い2人。あ、でもあれ分からない、しげるさん分からない同士ねえ、こんな。でも、あ、でも結構白子はちょっとっていう方多いですね。そうなんだ。いや、美味しそうだけど。ね、ひふみさんも俺も白子は苦手って。あんこをつるしてさ、うん、あんこが分かる。つるしてさばくね、確かに。つるしてさばく。前分からんかった魚なんだっけ。バサ、あ、じゃない、なまず。そうだ、もう忘れてる。バサとかなまずとか出てきた気がする。なんかベトナムのなんかお魚。やるものなのかな。ああ、ちょっとグロテスクな顔のあんこ。あんこね、名前はよく聞きますよね。あ、本当だ、結構グロテスクな顔。平べったいんだね。
とアンコウの顔見たの初めてかも。でもなんか鍋の写真見たら美味しそう。平べったいんだこんなに。本当だ、つぶしてる。ジュウさん、アンコウつぶしてさばくよね。確か。つぶしてますね。を引っ掛けて吊るしてますね。すげえ。このリクエスト嬉しいけど、こう沖縄の人こんなの聞いたことあるのかな。え、何がですか？鍋？あ、うん、この芸者ガールズのまっちゃんとハマちゃんの。初めて聞いた。ね、ツイキャスもこれも長いからこれ載せて読もう。あ、はい、じゃあマイク上げます。久しぶりに聞いたわ、カープボーイさん、リクエストありがとうございました。ありがとうございます。これに乗せてツイキャス行きましょう。はい、で今日の、ね、トークテーマはあの温まるこの冬に食べたいものでお送りしてますね。でしげるさんから飲み物でもいいですかということで、いいですよ、いいですよ。でしげるさんが送ってくださったのはフグのヒレ酒ですということで、温まりそうですね。そしてあと土瓶蒸しといただきました。ごめん、両方分からへん。嘘、あ、すいません。BGM がこれだからちょっと関西弁になってしまった。あ、でも私フグのヒレ酒、フグのヒレ酒、あ、フグのヒレは食べたことあるかも、おつまみで。結構なんか味がして美味しかった気がする。でも確かにお酒入れたら多分なんか出汁が出て美味しそうっていう印象がありますね。あと土瓶蒸し、私個人的にちっちゃい頃松茸が、うん、なんか松茸って茶碗蒸しとか、うん、ご飯とかあるじゃないですか、いろんな食べ方、はい、私個人的に土瓶蒸しが一番好きです。なんかもう考えただけでちょっと嫌です。もう今言った全部なんで全く嫌いだもん。香りがいいじゃないですか。香りが嫌ですね。あ、そう、そうなんだ、香りが嫌なんだ。あらら、まあ、あらまあ、じゃあちょっとあれかも。飲みでも、まあ、多分飲み虫キノコね、松茸じゃなくてもキノコとかね、なんか違うやつでも多分大丈夫とは思うんですけど。で、そういうのなんだ。そうそう、なんかこのだからわからないんだね、避けてるから。ああ、そうかもしれないですね。でしげるさんの、あと冬場は喉を守る意味で、うん、寝起きに左右に蜂蜜垂らして飲むっていうことでいただいてます、うん、あ、これいいですね。乾燥してる時のね、うんうん、ね、左右もいいし蜂蜜もいいし、もう相乗効果ですね。いや、でもこれでも私もよくやるかも、この寝る前と起きた後、うん、私は結構この、うん、蜂蜜とあと黒糖入れる。へえ、うん、黒糖と生姜のパウダーと蜂蜜を寝起きに、うん、寝起きとか、はあ、いやいや、普通なんでしょうかね。好きな人はね、こうやってる方もいらっしゃるかもしれない。でも多分それぞれのマイ左右スタイルがあると思います。なんかこれちょっと入れるとか。どれぐらいの量飲むんですか？あ、でもほんとコップ1杯です、うん、あのマグカップ1杯ぐらい。でもこれ結構本当に喉がこうなんか風邪とかで、ね、なんかイガイガするなっていう時結構効くような気がするんですよね。あ、できないわ、はい、え、本当です。え、なんで？考えただけでムカムカする。え、嘘やん。あ、これちょっと私が特殊かもしれないです。すいません。もし苦手じゃなければやってみてください。でも結構一時期生姜すりおろしてやってましたよ。はあ、うん、ね、でこの喉の調子悪いなっていう時はおすすめですね。ねえ、しげるさん、この左右に蜂蜜いいですね。んで、全部しげるさん全部飲み物やんっていうことで、飲み物シリーズでね、コメントいただきました。ありがとうございます。はあ、土瓶蒸しは食べ物？飲み物。あ、ま、飲み物、はあ、ああの本当に土瓶にこの松茸とかキノコとかちょっとお野菜、三つ葉とかで出汁を入れて、はいはいはい、でそれでそれを、まあこうね、お茶碗とかコップに入れていただく。
あ、お吸い物みたいな。そうそうそう、お吸い物みたいな感覚で私は思ってるんですけど、はい、もう結構ねすごい美味しい、私はすごい好きでしたね。ふむふんふんということで感動はできないまあ、ね、お好きな方はねちょっといいかもしれないですね。はい、でね、コアラスキさんがね、このね、先ほどもね、もつ鍋、水炊き、てっちり、しゃぶしゃぶ、あとビール、熱燗もつけてねっていうことでね、コメントいただいてまして、でコアラスキさんね、なんかすごいね、あの沖縄、そうそう、地方で視聴している沖縄大好き主婦です、毎日沖縄を近くで感じたくて視聴させてもらっていますということで、なんか嬉しくなるコメントありがとうございます。ありがとうございます。なんかこれ、なんか心からポッと温まりましたね、今のコメントでね、ありがとうございます、うん、で今日はね、このあとね、シュプリームさんで、そのねコメントを聞いてから、あー水炊きもいいな、うん、これ木屋町ですかね、木屋、うんうん、町の鳥、うん、なんて読むんだろう、鳥屋さとか、うん、祇園の万次郎の水炊きは最高、うんうん、そうなんですよね。あ、私ちょっとどっちも知らないです、お店の名前ですかね。おいしいな、おいしい、有名、有名なんじゃないかな。あ、そうなんだ。なんか水炊きごときに外で食べるって思うでしょ。確かに、なんか家でできそうでしょ、うん、もう確かに、なんか、いや、そういう人はぜひ行ってほしいそういう人だからこそ本場の本当に美味しいよ。え、どう違うんですか、この家庭の水炊きと。なんであんな美味しいんだろうね。なんか優しい感じ。でも一応店構えもある。あ、めっちゃいい感じなの。やっぱそれ大事かもしれないですね、うん、雰囲気。雰囲気いいよ。うんうん、いや、なんかと具は一緒なんですか、一緒、このお家の鶏と白菜とか、うんうん、そうそうそう、人参とか、うん、は一緒なんだ。出汁がやっぱり違うんでしょうかね。出汁、鶏も違う気がするな。あ、そっか、鶏もね、確かにね。あ、なるほどなるほど。水炊きって沖縄で通じるんですかね、ところで。通じないのかな、どうだろうか。あ、ね、なんか水炊きってほら味なさそうな名前じゃ、ネーミングじゃないですか。うん、あんまり、うん、超あっさりな感じ。でも鶏の出汁がすごいね出て美味しいんですよね。あ、でも確かに美味しい。それでなんかおじやとかすると美味しいですよね、あとにね。はあ、確かに。でも水炊きいいかも、なんかシンプルでいいかもね。あとナルトロさんは、自分がパッと思い浮かんだのはキムチ鍋。うん、はあ、わかる。キムチ鍋めっちゃ美味しいですよね。あったまるね、大好きね。あの、またチーズ入れたら美味しいですよね。あれ、入れたことない。嘘、チーズ入れたら結構美味しいですよ。なんか最後にね、あの、まあ、ちゃんとキムチ鍋を楽しんだ後に、まあ、ちょっと味変えてみたいなってチーズ入れて、でそれでおじやしたら結構美味しかった。おー、うん、リゾットみたいな。そう、リゾットみたいな感じでね。確かにね、キムチ鍋いいですよね。またポカポカ温まりますよね。ひふみさんが、温かい食べ物、沖縄料理のチムシンジ汁、これにおろし生ニンニクたっぷり入れて食べるのが好きやさってきてます。チムシ、チムシンジ、何チムシンジって。これも鶏とかの肝とかいろいろ入れた、あの薬膳っぽいやつじゃないですかね。そうなんや。ちょっと合ってるか分からんけどあ、もうなんかすごい元気出そうな感じ。確かに確かに、うん、あ、チムってこの心臓ってことですよね。チムシンジ、分からん、心臓のことなのか分かんないけど。あ、じゃないかな。あ、そっか。ね、でもちょっと私初めて聞いたから、どんなのかなって気になっちゃいましたね。なんか中身汁はわかるやん。うん、中身汁はわかります。あれよりももっとなんかゴロゴロ大きいのが入ってる感じ。なんかたまになんかあるかも。そっか、このレバニラのレバー的な感じ。レバーとかこう内臓をなんか鳥のなんか手とか、あんな、あ、手もあんなんが入ってるんじゃないかな。そうなんだ。あやふや食べたことないかも。これって家庭料理ですか、うん、ね、家庭料理ですかね。ちょっと私初めて聞いたので。それか、なんかお店であったら高級そうなイメージですね。確かに、うん、ね、ほんと健康になりそうですね、うん、なんかちょっと弱ってる時にめっちゃパワーいただけそう な、 なんかこういうの沖縄料理であるよねうん、あ、弱ってる時にパワーがつきそうなやつ。ぬち薬ですね。うん、でもなんか聞いたことあります。なんか沖縄の本当にご一家の方で、なんか風邪ひいた時に何食べますかって聞いてみたんですよ。そしたらこのチム汁って言ってた。
チム汁、うん、はあ、このなんかこのレバーのセットってあるじゃん、レバーとお肉のセット、 あるね、たまにパックであるじゃないですか。ある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 、私あれちょっと自分、いつもある、あ、うん、私あの結構新鮮だったんですよ。レ一つのねお肉の発泡のパックにレバーと、まあ、肉が入ってるんですけど、それを買ってこう、まあ、ゴロゴロ一口サイズに切って、や、うん、いろんな野菜と入れて、な、煮込んだスープ、あれってそれ用だったんだかと思った。いつも売ってるなと思って、そう、あれどうやってなんで2つセットなんだろうってね、はい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 、ちょっと気になってたんですけど、あ、それ聞いた時に、あ、そのためにあるのかなって思ったんですけど、どうなんでしょう沖縄県民の皆さんあのセットパックは何、はいはいはい、どういう時に使ってるのかな、みんな気になっちゃいましたね。なんか私貧血気味だからいつも見るんですよ、うんうん、でもこれどうやっていいかわからんなと思って。あ、そう、結構肝系ってどうと調理していいのか分かんないですよ ね。そう、本当にしげるさん、滋養つきそうっていうことでね、そうそう、うん、あ、ひふみさん、チムシンジ汁は風邪ひいた時のお袋の味ですよ、うん、あ、やっぱそうなんだ、そういう時にやっぱ食べるんやね。そう、だからそれちょっと真似、聞いた通りに真似してやったら、でも美味しかった。へー、うん、なんか出汁がやっぱり違うなと思いましたね。あ、チム汁、かりゆしさん、チム汁なら知ってるけどそれのことかなって、ね、レバーが入って、ひふみさん、レバーが入ってるよってね、こう私が住んでたこのね、この奈良県とかでは、見たことがないお料理ないないないなだったので、あ、なるほどな、でも確かにすごいいろんなもの入ってるから栄養つきそうだなってね。あ、で、かりゆしさん、うちの実家ではレバーと豚肉、人参、じゃがいも、固形にんにく、あー入れてるよって、はいはいはい、あ、もうそのままゴロッと入れるんだ、あ、いいですね。ひふみさん、チムシンジ汁用の具材、あ、やっぱそうなんだ、うん、あのレバーとこの豚肉とかのパックの、やってみよう、美味しい、美味しいはずですね。島人参、あ、いいですね、島人参、ごぼう、こんにゃく入れて、うん、味付けは普通の味噌汁でいいと思うよって、あ、そうなんだ、チム汁も一緒って、あ、やってみよう、あ、いいかもね、またね、冬とこれからの時期いいですね。そうそう、ごぼうが入ってるイメージ、あ、ごぼうか、私ごぼうはイメージなかったや、うんうん、あ、でもニンニクいいかも、めっちゃね、ごぼうも根菜類とか入れたらね、温まりそうですね、うん、いや、ありがとうございます、レシピね教えていただきましたね、うん、やってみよう、ね、ありがとう。で、しげるさん、イノシシ鍋は食べたことありますかってコメントが私イノシシ鍋食べたこと、あ、イノシシ鍋はでも刺身食べたことある、うん、鍋はないかもしんない、うんうん、あるかな、なんか入り表に行った時に、はい、イノシシの漁をしてる方にお会いして、入り表って よくあれですか、そう、名物っていうか、そうなんですよ、私初めて知ったんですけど、結構野生でいるみたいで、まあ、許可を得た人が漁をして、うん、その新鮮なやつだったら生で食べれるらしくて、それをね食べたらめっちゃ美味しかったのを覚えてます。鍋はでも食べたことあるかな、それ入り表でしか無理なんじゃないかなかもしれないですね。おいや、美味しかった。ボタン、ね、かっちゃん、ボタン鍋ちょいイノシシ肉臭いってことでね、入ってますね。あ、でも確かにあんまりイノシシって食べることないからね、うん、ちょっと分かんないかも。鍋にしたらちょっと分かんない。なんかあれですよね、ヤギ汁もそうですけど、生の刺身とかはあんまり匂い、私まだ食べれるんですけど、はいはいはい、お汁にしたら私ちょっと匂いで食べれないですね、はいはいはい、一旦ちょっと嫌だと思ったらもう嫌だになると思うけど、うん、全然美味しいよ。やっぱ元気出したい時に食べたいのばっかりだね。そう、あ、ね、やっぱ心、体温めるってやっぱあるんだな、 あるんだな。なんかこの前もう疲れた時とか、めっちゃ疲れた時とか、はいはい、もう風邪をなんとか治したい時とか、ね、ヤギ汁食べたくなる。嘘そこは拒否ちょっとヤギ汁、私まだちょっとまだかも。おー、うん、でも匂いが私ちょっと苦手なんですよ。この前ヤギ汁の疲れてて、でも結構1000円以上するじゃないですか。結構いい値段しますよね、一皿ね、うん、いっぱい。そうそう、私ね、この前食のソムリエの体験で知ったんですけど、うん、ヤギ1頭の、まあ、お値段、卸しの競りのお値段と、うんうんうん、豚1頭の値段知ったんですよ。何との、豚とヤギ、あ、うん、どっちが高いと思います、ヤギと、あ、1頭か、でも1頭、大きさが、そう、同じグラムでってこと、グラムというか、まあ、相場の1頭、
まあ、大体そこから取れるのはね、大体あれだけど、一緒ぐらいだけ、一緒というか、豚。そう。なんか、ちょっとだけヤギが高い。おなんかヤギ1頭4万円、5万円。おお、初めて聞いた。豚は3万円ぐらいなんですって。ブルーミーさん、豚だと思うって。あ、豚だと思う。あ、そうそう。ナヒフミさん、ヤギが高いはず。ヤギが高いはず。わかるんですね。ヤギが高い。そうなんです。ヤギがね、ちょっと高かった。私それ聞いてちょっとなんか相場ってあんまり聞いたことがなかったから、一頭あたりいくらでこう売られてるって知らなかったから、そうだったんだと思ってちょっとね、ちょっとびっくりしましたね。ねえ、ひふみさん 1.5 倍ぐらい違うはず。確かにそれぐらい違うな。でもなんか最初に食べた時ね、これはお祝いとかの時に食べるもんだよって言ってもう振る舞われたんですよ。じゃあもういただきますって食べるじゃないですか。そうですね。うんうんうん、それが始まりだったから何とも思わない。あ、そうなんだ。私は本当に食堂に入ってなんか誰かが食べてみるって言われて、はい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 、食べようとしたんだ。あ、ちょっと食べたよ一口。でもやっぱりうっていう感じだった、はいはいはい、やっぱりこう入り方でね、ね、おめでとうでお祝いって言ったらね、多分また違うかも。で、わーって回ってきたの。うんうんうん、なんかまたそういうところで食べるのとなんか違うのかな、雰囲気的な、うん、どうなんだろうね、わかんないけど。カリエさん、ヒージャージョーグはヤギ見たら可愛いじゃなくて美味しそうだからな。そうなんや。みんなヤギ潰すって言うけど、今は衛生上無許可で屠殺できないから。あーに、あー、やっぱ高いんだヤギね。あー、そうなんだ。うーん、またいつかちょっと挑戦してみようかな、もうちょっとしてから。と思って。挑戦って何？ヤギ汁に。そうね、今なんか、まだちょっと買いに行ってみたいなこと今想像した。うん、違う、ね、まだ買えない。食べる方だよね。食べる方。で、しげるさん、アク取りきちんとしてあげて、生姜とか匂いで消してあげればそんなに匂わないのんちゃいますって。でも確かに下処理で多分違うような気もしますけどね。でもなんかある人は全然匂いしなかった、全然とはあれですけど、そんなびっくりするぐらい匂いなかったよっていう方もね、話聞いたことがあるので、うん、料理あるのかな。私フーチバー大好きなんですよ、うんうん、あ、私も好き。あ、じゃあいけるんじゃないですか。なんかこのフーチバーはこのヤギ汁食べるためにあるんだなって思うぐらい合うよね。え、そうなんですか。あれそれはちょっとわかんないけど。美味しいのにな。うん、でもフーチバー好き。私も絶対沖縄そばにフーチバーのトッピングができるんやったらする。うんうん、うんうんうん、ねえ、でも合いますね、すごいね。ヤギも需要競争で、フチバもね、すごいなんかいろいろ効能ありそうだし、ちょっと今日誕生日だから、いいんじゃないですか。ヤギ汁食べに行こうかな。おお、いいですね、沖縄らしい誕生日の、ね、祝い方ですね。最初ケーキって言ってたのに。あ、じゃあヤギ汁の後にケーキということで。食べれるかな。あ、沖縄大好きさんもね、このヤギ汁食べた後、あるけど食べた後臭い残ってた記憶が、やっぱ匂い残ってたっていうことね。やっぱ匂いがね。あ、でもひふみさん、ヤギ汁の匂いはアク取りすればするけど、するほど薄くなるよ。アク取りをしたら薄くなるよっていうことなんですね。あ、やっぱりやり方もあるかもしれない。でも逆にあのヤギ汁通な人はこの匂いがいいっていう人もいらっしゃいますもんね。うん、それは思わんけど。あ、そうなんだ。マリーガンコアネットさん、うん、中身汁が好きですって。あー、中身汁美味しいですよね。 あれもお祝いの時に出るよね。あ、そうなんだ。美味しいよね、お正月とかさ。あ、そっか。あ、確かに確かに。そうですね、なんかこうしみじみ、なんか、うん、しみじみ染み渡るよね、なんか中身汁って。うん、わかる。なんかじんわり、うん、ね。沖縄のお汁物ってなんかいいですね。いいですね。今こうね、いろんなお話聞いてるとね、うん、いいかも、いいかも。今日は冬に食べたい食べ物でお送りしております、はい、ではちょっとコーナーに行きましょう。はい、あかりんの彩りほっこり便。こちらのコーナーは日常に隠れた色って秘密がいっぱいあって面白いっていうことをカラーセラピーのあかりんがゆるふわっとお伝えするコーナーです。今日はね、このポカポカ温まる色、食にかけてあのお話をしたいなと思います。で、今日はね、オレンジ、そう、オレンジもそうですし、でやっぱりね、このオレンジ系赤っていうのもすごい関わってきますね、うん、このオレンジは結構腸の体だったら腸に
影響がある色って言われてます。であと赤は血とかあの 血液とかこの足とかこのもう本当エネルギーの源に関わる色って言われてるんですよね。で私ね個人的にすごい最近あこの体が温まる色と食がねめちゃくちゃ結びついた出来事があったんですけど、うん、あの本当に先週にこの健康診断をこの久々に受けた時に私低血圧なんですよ結構低くて、うん、でその時にあのやっぱり測った時も低かったんでこの病院先生にあ全然正常大丈夫なんですけどあのカプサイシン食べたらいいよあ取ったらいいよって言われたんですよ。カプサイシンって何だっけ。カプサイシンあの辛い唐辛子とかあ、はいはい、あのキムまあねによく唐辛子の赤い唐辛子にか、うん、入っているのがカプサイシン、まあ、他にもあると思うんですけど、うん、代表的なものそれ取ったら結構血圧とか上がってくるよっていう風に言われたんですよね、うん、あその時にカプサイシンとかこの唐辛子って赤色じゃないですか、うんうん、でしかもこのその色のカラー色彩心理の世界でもこの赤はこの血とか血圧とか血圧を実際に上げる効果も赤ってあるんですよ。だからこの赤い食べ物ってやっぱり本当に血をこのまあ、例えばカプサイシンだったら血圧上げる成分が本当に入ってるんだっていうのが自分の中でつながったんですよね。だから色を本当にこのまつわるあの血圧とか体にまつわる色を取り入れるって本当にもしかしてこれからいっぱい勉強したらこの色食の成分とかに結びついて本当に本当に効果があるんだってなんかつながりそうだなって私ちょっとその時思ったんですよね、うんうん、それで私一人でちょっと感動してたんですよ最近。じゃあアカリンは赤いもん食べた方がいい。そうだから私ね思ったんです。この冬キムチ鍋いっぱい食べようと思って唐辛子とかしまっでも最近ねそのちょっと血圧その病院健康診断行く前からなんかやったら赤いの食べたいなって思ってた自分もいたんですよ。あのそばでもこの七味とか置いてるじゃないですか。今までそんなにあんまりかけようと思わなかったんですけど、はいはい、高齢偶数とかも、はい、なんかちょっと辛いの食べたいなとかちょっと定食屋でもなんか普段あんまりキムチ系ってキムチ豚炒めとかあるじゃないですか、うん、じゃなんか普通にステーキとか行ってたんですけど生姜焼きとかでもなんか最近このキムチ系の食べたいなってちょっと思ってたのもあってからあやっぱなんか体ちょっと無意識に求めてたんだなちょっと冷えてもきたからやっぱこの血圧とか血とか体温とかを上げようって体が無意識になんか欲してたのかなってちょっと私つながっちゃったもんで、うんあやっぱ面白いなって思ったんですよね。でそこでまたこの食脳体験で出会った方がこのこ食べるもので入ってる成分でこのセロトニンとかこのホルモンとかも関わってくるから食べ物でこの心の調子を調整できるって言ってたんですよ、うん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 、あだからやっぱりこの食べ物とかやっぱ色とかこの成分とかって結構つながってるんじゃないかなって私はすごい思ったんですよねここ1週間でっていうのをこの自分の健康この体の調子と今最近欲してたものからやっぱり赤ってこの血圧を上げるのにやっぱり大きく血の問題とか例えば多分血圧が低い方とかあと貧血の方とかもいいと思うんですよねこの血の巡りだからあと体温冷え性の体温を上げたい方これからちょっと寒くなってくるので本当にこの体の内面からちょっとあの代謝とかあの体温とかこの体を上げていきたいなっていう方にはこの赤とかあとオレンジもやっぱりこの暖色系で温まるのでいいのかなってちょっとおすすめだなって思いましたね。面白い。なんか自分の体調を自分がどんな食べ物を食べたがってるかによって判断把握できたりとかでまたこのそれを食べることによって健康になったりとかね。そうなんですよ。私は貧血だけど赤いもん食べたいと思わないな。あ、ね、本当ですか。白いもん食べたくない。あ、白いもん。これは何ですかね。これは何だろう。白いもん豆腐とか豆腐とか豆腐とかめっちゃ豆腐やん白いものは何なんだろうな。豆腐とか、うん、牛乳豆腐とか杏仁豆腐とか、うん、ごま豆腐とかへあんなのばっかり食べたくなる。あ、そうなんや。白は何なんだろうか。そう考えたら
スプリームさん、中国の辛いマーラータンもいいな、うん、あーマーラータン辛そう、なんかめっちゃ辛そうですね、うん、四川料理がいいんじゃない、四川料理ね、いいか、麻婆豆腐とか、うん、めっちゃいいかも、あーなんか食べたくなってきた。しげるさん、布団のシーツとかオレンジを無意識に選んでたけど自分胃腸弱いので正解だったんだって聞いてます。 あでもそうです、だからあの考えたらセイロガンのパッケージのあれもオレンジじゃないですか、うんうんうん、結構リンクしてるんですよ本当に。やっぱ腸の調子が悪いと無意識にこういうオレンジとかがなんか気になるとか、うんうん、なんか取り入れたいっていうのをもしかしたらこのパッケージにあるんだね、使われてる、活用されてるんじゃないかなっていうの。マリーガンコアネットさん、下着暖色にしてますか。これは海外の研究で、うん、研究者の間でも皮膚は色を認識できるという結果が出てますって、はい、そう、下着の色もねすごい関わりあると思います。本当肌に一番近いから。何着てたっけ今日何色かなみたいな。でも本当に、あ、でもマリーそうなんですよ、もう本当に実際研究でね言われてるんですよね。だからね、あ、ちょっとこれはね、私また色の、私の色の師匠の先生がおっしゃってたんですけど、やっぱりこの結構黒系を着てたらしいです下着で、うん、それで病院診断、 お医者さんにやっぱりこのなんかいきなり言われたそうです、こう診断さ、うん、あ、こういろいろ診察の時に、うんうんうん、下着何色着てるって、黒着てます、うん、やめて赤にしてって言われたそうです。明るい色にしなさいみたいなことを言われたことがあるそうですよ。じゃあその人のなんか悪いとこに悪い影響を与えてるとなんかやっぱ黒ってこう暗い色だから、このいろいろ吸収する色でもあるんですよね。このエネルギー、いい意味ではこの自分がこのいろいろ外から吸収して肥やしにするっていう意味もあれば、逆に吸い取られちゃうっていう吸収もあったりすると思うので、だからこの結構華やか、白とかもね、でも白って本当に実は全部集まってる色とも言われてるんです、色の世界では。はい、だからこの結構総合的にこの何か高めたいなとか、あとは逆にこうリセットして、まあ、全部ちょっと純粋にリセットしたい、吐き出したい、デトックスしたいっていう時も結構白とか気になったりする傾向はありますね。しげるさん、冬場は意識的に暖色の下着着ます。最近購入したのは赤粉です。おー、赤粉いいですね。でも赤粉私結構本当いいと思います。なんかやっぱりあの千原ジュニアさんがなんか毎年あの年始めか年に1回全部下着を変えるらしいです、はいはい、で赤、毎年1回赤いパンツを8枚買うらしい、はい、そしたらなんかこう調子良くなってきたっておっしゃってましたよ。なんか縁起良さそうな感じですね。そうそうそう、赤い下着を8枚そう買って、そうでそれをこういつも毎年変えるって言ってた。へでも多分本当にこの気力的にもこの赤ってすごいエネルギー、命の色だから、すごいこうこの皮膚から入ってこうやる気だったり活力とかも本当に与えてくれる色だと思いますね。通気性良くて快適ですだそうです。めっちゃいいですね、最高。うーん、赤さなじ、はい、あぜひぜひね、皆さん履いてください、はい、赤取り入れてみてくださいね。、はい、でね、私だから本当に今色と体ってすごい密接に関係するなっていうのは本当に色も勉強してて思うんですけど、うん、まあそれをね結構7色、結構実はこの7色チャクラっていう大きな気の流れのツボがインド医学であるんですけど、それに7色色がついてるんですよ。で今回は、まあ、ちょっと少しご案内なんですけども、この体と色の密接した関係だったりとか、あと実際にこの自分に今必要な色をカラーセラピーで見てから、そのツボ、色に対応したツボをあのヨガのポーズで活性化するっていう、心と体を両側面からこうポカポカ癒していくっていう特別レッスンを開催させていただきます。でこちらは11月の29日にあの読谷村のヨガのおうちヨガ教室で開催いたします。13時30分から15時までの1時間30分カラーセラピーとこのヨガを両方楽しめる特別プラン、特別レッスンになってます。でこちらはあのヨガの先生がねこう教室開催して1周年記念ということで、
通常3、まあ、3000円の価格を2000円でごあのレッスン特別に受けることができます。でコロナ対策も考えまして、あの定員6名までの少人数でさせていただきますのでね、ぜひぜひあの心と体をちょっとリセットしながら癒されて、でまたもっとより軽やかにこの調節していきたいなという方にとってもおすすめですので、ぜひ、ご興味ある方は私の Facebook 乾あかり Facebookでどうぞご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。はい、では今日はねちょっと食からこの体と色の関係をお伝えさせていただきました。以上あかりんの彩りほこりびのコーナーでした。さあどうでもいいと選手権の時間です。このコーナーはどうでもいいことを月曜から金曜のパーソナリティが披露して、それに皆さんに点数をつけていただきます。10点満点です。さあ火曜日はあかりん選手の入場です。はいはい、準備は良さそうですね。良さそう、はい、はい、ではお願いします。久しぶりの健康診断の検尿、看護婦さんに、あなた健康だけど今お腹減ってる？って言われてなんか恥ずかしかった。お腹減ってるかが分かるんですか？分かるんですよ。バレちゃってびっくりしちゃった私初めて。なんか検尿の結果分かるんだ。そう、ちょ、衝撃で。確かに少し恥ずかしい。恥ずかしいじゃないですか。そう、なんかいや、なんか、うん、なんか、なんかね、なんかお昼食べたって、ちょうど確かにその時お昼抜いてたんですよ。お昼抜いて、さあさあ皆さん点数お願いしますね。そう、検尿出した勇気、そう、しげるさん、そうですよ、この女子の口から健尿という言葉を出す勇気にも評価をお待ちしております。よし、びっなんかお腹減ってるって。確かにちょっと今日お昼抜いたので今お腹減ってますって言って、あ、やっぱりって言われたんですよ。なんかケトンっていうのが出るらしいです。なんかお腹減ってるとケトンが出てるからそうかなって思ったのって言われて、わかるなっていう、ちょっと意外なちょっと結果が出たのでちょっと恥ずかしかったよっていうお話でした。どうでもいいですよ、このお腹減ってるのは。やった、ありがとうございます。女性が兼尿。ガリューさんちょっと厳しいですよ。いや、抜かざるを得ない状況だったんです、ちょっとその時は。8割目っていうか、8点、ひゆりさん、あ、でも8点嬉しいな、高得点だからな。ちょっと10点ぐらい欲しいな。あ、なるとさん9点ありがとうございます。沖縄大好きさん8点。しげさん、ほぼ何点ね、嬉しいですね。健康診断大事、6点。いや、健康診断大事だけど、この結果、このお腹減ってるっていう結果は、まあ、別にそんなにね、大したことないかなっていう、このしょうもない感じ。っていうところを評価してください。健康診断大事です。健康診断は確かに大事。でも、この検尿のこの結果、お腹減ってるっていうこのね、違う角度からのちょっと恥ずかしかったよっていう気持ちに対しての評価でお願いします。今日はね、はい、冬に温まる食べ物、冬に食べたい食べ物でメッセージテーマでやってますけどね、はい、ね、たくさんメールいただいてますので早速ご紹介いたします、はい、モーニングネーム沖縄大輔さん、
誕生日おめでとうございますゆきさん、ありがとうございます。そしてモーニングエイト火曜日の美人で可愛いあかりさん、おはようございます。ありがとうございます。沖縄大好きです。メッセージテーマ、夏に食べたいもの。そうそう、この熱々おでんをって熱っ顔はダメダメではなく、テーマに冬に食べたいもの。そうですよ、冬ですよ一人でこの作りもやってそうですね、はい、はい、11月に入り徐々に冷え始めてきましたね。寒い冬になったら鍋料理食べたいですね。毎年冬になると家では鍋を食べますが、うん、椎茸や白菜など具だくさん、具材盛りだくさんに食べて、締めにうどん、うん、あ、うどんいいですね、食べたりしているので、でまた食べたいっす。では最後まで放送ちばりよ、ありがとうございます。あ、うどんいいです ね、締めにね、おいしいおいしい、わー、うん、なんかおじやもいいんだけど、うどんもいいですね。ちょっといろいろ食べたくなってきちゃったな。ねえ、モーニングネームさん、あのモーニングネーム沖縄大好きさん、ありがとうございますね。またまたおいしいもの食べたくなっちゃいました。では続きまして、ラジオネームかっちゃんさん、ゆきちゃん、あかりん、リスナーの皆さん、おはようさんです。おはようさんです。テーマ、冬に食べたいもの。かっちゃんはね、昨日の兵庫県夜寒かったから、昨日ちゃんこ鍋したんやわ、最後の締め、わ、ちゃんこ鍋って美味しそう、麺入れてちゃんこラーメンよ。お鍋は飽きひんから3日間連続食べても食べれるわ。でもな、みんな鶏肉ばっかり取るから足りひんから、鶏肉1キロ買って入れますね。めっちゃ多くない1キロ？それやったら好きなだけ食べられるやろ。あと冬に食べるアイスも美味しいで、以上やで。ということで、確かにこのちゃんこ鍋っていいですね、うん、あんまやったことないんやけど、なんかちゃんこって聞いただけで美味しそうでも鶏肉1キロって相当な量じゃないですか、かっちゃんさん。想像がつかない、ね、なんか想像つかなさすぎちゃって、すごい。でも1キロ食べれきれるってことですね。それだけ美味しいってことよね。わー、いいな、食べたくなるな。でも確かに冬のアイスってなんか無性に寒いのにアイス食べたくなるときありますよね何なんだろう。でもね、美味しい、確かにわかる。雪見大福とか食べたくなっちゃうもんね。こたつとか入って、そう。いや、ありがとうございます、かっちゃんさん、ありがとう。はい、ありがとうございます。では続きまして、うん、あかりんさん、ゆきさん、はじめまして、ブルーミーです。どうぞよろしく、どうぞ。 ありがとうございます。ブルーミーさん、はじめまして。ブルーミーさん、はじめまして。冬に食べたいもの、自家製の鍋、いいですね、うん、スープのベースは鶏ガラスープの素と醤油、うん、ニンニクと生姜を全部みじん切りにして入れ、ウインナー、ベーコン、鶏肉を入れてしばらく煮た後、白菜、えのき、ニラ入れて完成。あ、なんかちょっと珍しい、私にとったら珍しい組み合わせ、うんうん、冬になるとよく作る鍋、久しぶり食べたくなってきた、そろそろ作ろうかしら、笑い、ということで、あ、すごい、なんか珍しい、うん、なんかウインナー、ベーコンって私ちょっと鍋ではちょっと私の中で珍しい具材、ちょっと洋風ですかね。洋風ですね。でも美味しそう。いや、ありがとうございます。ちょっとやってみたい。はい、今かけてるのはかちゃんからのリクエスト、お鍋のロックンロールですこれかけながらね、もうまさに今日にぴったり。やっぱり鍋が多かったですね。やっぱお鍋ですね、やっぱ煮るっていいですね、うん、でも白菜、えのき、ニラ、いい組み合わせですね。あー、素敵。なんかブルーミーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと ね、やってみたいなと思いました。ありがとうございます。なんか皆さんからの今日だからテーマ鍋みたいになってますけど、なんかいろんな鍋情報が聞けて本当ですね、これやってみようみたいな感じになってよかった本当ですね、うん、アマンマルシェフさん、寒い時は豆乳担々麺。あ、何、豆乳担々麺。あ、美味しそう、絶対美味しそう。やばい、絶対美味しいだ。冬でも汗出ますって。ああ、それぐらい温まるってことですね。あ、いいね。美味しそう。担々麺って美味しいですね。確かにね。いやー、ありがとうございます。でも豆乳担々麺どうやる？豆乳、あ、そうか、真っ白。やり方教えてって、ね、マーマルシェフさん。ね、シェフ直伝のね聞きたいなと思いましたね。いやー、ありがとうございます。今日ね、たくさんのねメッセージね、あとおすすめレシピとかもね、嬉しかったですね。で、沖縄のね、ヤギ汁、中身汁、うん、そしてチム汁。ひふみさんがね、うん、あのカチュウユも簡単にできるよって。なんでカチュウユって？カツ、あの荒削りの、あの行ったよなみね、かつお節店。行った？あ、まだ行ってない。行ってない。あ、行ってないんだ。そうだ、行ってないわ。お蕎麦屋さんと一緒に行こう。行ってよ。本当や。あ、そうだそうだ。そこでカチュウユ作り方教えてって言ったら言って。あ、そっか。教えてくれるよ。へえ、カチュウユ。あ、そう、え、やったことない、食べたことないかも。
でもなんかすごいいい出汁出そう。あれですね、あかりんはこのお腹減ってたっていうこの検診の時にもあるし、はい、今日の朝も飴しか食べてないまず何食べるかっていうよりまず食べてくださいね。いや普段食べてるんですよ。はい、食べてるんですけどね。はい、でもいろいろ今日ね食べるものが見つかりました。ありがとうございますはい、では皆さんからいろいろね幸せレシピで元気もらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も2時間お付き合いありがとうございます、はい、お相手は犬やかりんとゆきでした。今日も幸せな一日を。沖縄大好きさん、お疲れ様でした。しげさん、パワープレイでまとめた。はい、ありがとうございます。皆さんからパワーいただきましたので、まとめて、はい、発信しました。はい、では今日も皆さんありがとうございました。失礼いたします。はい、このままで。CD後ろに紙、これダメだと思う。よろしくお願いします。